PBM マリナー飛行する PBM-3PBM マリナーはアメリカ合衆国のマーティン社が開発しアメリカ海軍で運用された飛行艇。愛称のマリナーは船員や水夫のイプビー小海域の後継機として第二次世界大戦の中期以降、小海、海上救難、輸送等の任務で活躍し1950年代まで一戦で用いられ アメリカ海軍のみならず、イギリス空軍やアメリカ沿岸警備隊でも運用された。アメリカ海軍は1937年に XPBM-1 としてマーティン社に発注を行っており、試作機が1939年2月18日に、初飛行1940年に量産が開始されている。生産機数は1285機。 レシプロエンジン双発の飛行艇であり、主翼はエンジンを海面から離すためにガルツバサである。補助フロートは引き込み式で、尾翼は上、カエリズノが付けられた H 型となっている。機体規模、性能ともにプビーマイナス1カタリナを大きく上回っていた。PBM3D はエンジンなせる内側の主翼仮面にハードポイントが設けられ、2000ポンドの魚雷が装備できた。 また、爆弾庫をエンジンナセル中央に設けてそれぞれ各種爆弾を収容できた PBM-5S3 ベンズ。ありがとうございます。